次に都築亮太議員。都築議員。はい、自由民主党埼玉市議団の都築亮太です。会派を代表して、議案に対する質疑を行わせていただきます。まず最初に、議案第15号、これはですね、昨年ですね、国立社会保障人口問題研究所から発表された埼玉市の人口推計で、2025年が人口増加のピークとされていましたが、これが5年間延長されて、2030年と修正されました。昨年、昨日の、施政方針でも市長触れてましたが、運命の10年 とは、人口増加のピークを迎える、修正前の2025年から先は、少子高齢化の急速な進展、公共施設の老朽化、また社会保障関連経費等の増大により財政運営も厳しさを増すことが見込まれるため、しっかりとそれに備えていくという意味で運命の10年と位置づけていると認識しております。そんな中で平成31年度の当初予算では埼玉クリテリウムなどビッグイベントに約8億強ですね、予算付けされています。人口増加のピークが5年延長されたことをしっかりと踏まえて、本当に無駄のない予算が組まれたかどうか、まずお答えください。続いて議案第36号、埼玉市の教職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、埼玉市立大宮国際中等教育学校に副校長を置くということですが、教頭ではなく、校長、副校長を配置する経緯と目的、また、教頭との違いを教えてください。具体的には権限の範囲ですね、がどのように、違うのか、そして、期待する効果をお聞かせください。そして、他の、政令市でこの副校長を置いているという事例があれば、教えていただきたいと思います。財政局長。都築亮太議員の議案第15号のご質疑についてお答えをいたします。平成31年の当初予算案は具体的には次の3点を特徴といたしました。1点目は東日本の滞留拠点にふさわしい都市機能の充実を図る予算、2点目は健康で活力あるスポーツの街埼玉の実現に向けて健康増進につながるスポーツ環境の充実を図る予算、3点目は子育てを応援し誰もが健やかに安心して暮らせる環境やきめ細やかで質の高い教育環境の充実を図る予算としたところでございます。国立社会保障人口問題研究所から発表された本市の人口推計によりますと、2025年とされておりました人口のピークが2030年に延長されましたが、本市の高齢化率の上昇に伴う社会保障関係経費の増加や公共施設の老朽化に伴う大規模改修等への対応など、今後ますます財政運営が厳しくなることが予想されます。そのため限られた予算を効率的効果的に配分するため、事業の緊急度や優先度を的確に把握し、PDCA サイクルを回しながら、効果の検証などを行い、真に必要な事業の推進と財政の健全性の維持を両立させた予算編成を行いました。次に、埼玉クリティームなどのイベントにつきましては、幸せ倍増プラン2017、埼玉市成長加速化戦略および、町人仕事創生総合戦略に位置づけられており、着実に実施する事業として必要な予算を配分したところでございます。このように平成31年度当初予算案は、本市が持続的に成長発展するために2021年の先の新たな埼玉市の創造に向けた充実予算として必要なこと、前に進めることをしっかりと重点充足し、さらに拡充する予算として計上したところでございます。
教育長。鈴木亮太議員の議案第36号に対する質疑についてお答えをいたします。副校長につきましては、平成19年6月の学校教育法の一部改正により平成20年度から導入された新たな職でございます。本市において副校長を導入する経緯でございますが、複雑化多様化する学校へのニーズや学校の抱える課題に適切かつ迅速に対応するため、学校運営の一層の円滑化を図ることが求められているところでございます。そこで組織的機動的な学校運営が行われるよう、学校の組織運営体制や指導体制の充実を図ることを目的として、さいたま市立大宮国際中等教育学校の開設に伴い導入するものでございます。期待される効果といたしましては、副校長が休暇の承認のほか、一定額以下の予算の執行を行うこと、一定の学校行事の承認や教材の選定などの決裁を担うことで、校長が学校へのニーズや学校の抱える課題等への対応に集中することができ、校長がより一層リーダーシップを発揮し、組織的機動的な学校運営が円滑に行われることと考えてございます。副校長をすでに導入している自治体の事例によりますと、副校長が休暇の承認や出張命令などの決裁を担うことで校長の負担軽減が図られ、組織的機動的な学校運営が円滑に行われているというふうに聞いてございます。教頭との違いについてでございますが、副校長の職務には校長の補佐にとどまらず、校長の命を受けた範囲で公務の一部を自らの権限で処理することができること、いわゆる公務の一部に決裁権があることでございます。以上でございます。鈴木議員。ありがとうございます。再質問させていただきます。これまずクリテリウムの件なんですけども、これ先ほど、外郭団体でっていう答弁が出ました。私自身はですね、多分自民党会派、思ってますけども、これ市長の、新聞で、クリテリウムは、ね、民間移行していくっていう流れがあったと思うんですけども、これ民間だと思って認識しててこの質問を組み立ててるんですけども、外郭団体か民間団体か、これどっちなんですかね。それじゃないとちょっと進まないっていうところもあるんですけども、そしてですね、自民党としてですね、このビッグイベントを全面的に否定してるわけじゃなくてですね、このお金ですね、これ税金なんですけどの使い方をですね、常々指摘させていただいてきました。そんな中ですね、クリテリウムのその民間化外郭団体ですに、ちょっとまだわかんないですけど、に関してスポーツコミッションへ補助金を交付する予算となっている中で、過去市が実施してきたイベントを民間化外郭団体に、補助金を債務負担行為で組んで出したことがあるのかどうか、実績あるかどうかだけをまずお聞かせください。財政局長。鈴木亮太議員の再質疑にお答えをいたします。これまで、イベントを民間移行するために債務負担行為を設定し補助金を交付した実績はございません。鈴木議員。1点、もう1点、すみません。そう。財政局長、よろしい。スポーツ文化局長。鈴木亮太議員の再質疑にお答えをいたします。埼玉スポーツコミッションでございますが、まず、
一般社団法人でございまして、民間団体というふうに認識しております。そしてまた外郭団体に当たるかどうかにつきましてはまだ確定ではございませんが、市からの人的または財政的援助の状況を考慮しますと、外郭団体に、要綱の規定上外郭団体に当たるのではないかということを、お聞きしているところでございます。明確な答弁がなされていないように思いますが、はい、はい、もう一度お願いいたします。スポーツ文化局長。まず埼玉スポーツコミッションにつきましては民間団体と認識しております、はい、そして、外郭団体に当たるかどうかということは、民間団体であるということの、大国にあるということで考えておりませんで、今回の立ち上がりました、埼玉スポーツコミッションが今後、協議を経て、確定されるというふうに考えておりますけれども、現状では、外郭団体に当たるのではないかというふうに、所管局としてはお聞きしているところでございます。どうしようか。簡潔に答弁してください。そうだよね。ちょっと簡潔な答弁をお願いしたいんですけれど、明確に簡潔な答弁をお願いします。どなたか。高橋副市長。鈴木亮太議員の再質疑にお答えさせていただきます。民間か外郭、民間でないかということにつきましては、いわゆる地方自治体ではございませんので、一般社団法人という形を取っておりますので、民間というような認識でおります。ただ、いえ、まだ答弁。一般社団法人という形を取っておりますので、民間というふうには考えておりますが、外郭団体かどうかということになりましては、一般、失礼しました、社団法人の形を取ったものであっても、市からの人的支援ですとかそういったことを鑑みますと外郭団体に位置づけられている例もございますので、先ほどの局長の答弁と同じように認識しております。どうする。はい、続き議員。すみません、最後ですね、これ、これ以上入ると中身入っちゃいますから、あれですけど、これ、大前提として、議員、皆さんの認識としては、お金の使い方の問題の中で、だんだんこう民間活力を生かしていって、クリテリウムを民間に移行していくっていう答弁が今までずっと来てたわけですね。で、市長が新聞でも発表されましたけど、その民間活力を生かして、民間移行していくっていう流れの中で、僕たちは認識してたと思います。そんな中でですね、今現状、民間移行をしようという中で、その民間に対して、スポーツコミッションですね、補助金を出す、しかも債務負担で出す、それ自体が外郭団体か民間団体かはっきり答えれない状況の中で、進めていくということに関して、すごくこう、市民感情の中でですね、どうなのだっていうところがすごく認識としてあります。その辺はですね、予算委員会で、じゃあ、その見解をお聞かせください。ちょっと待って、もう一度同じこと言うの。民間か、外郭団体か分からないような状況の
中で、債務負担行為で補助金を出すという意味で、それが市民感情として、どう捉えられているかということを考えると、すごく、心配になってくるという中で、その見解をお聞かせください。はい、答弁をお願いします。答弁をお願いいたします。スポーツ文化局長。都築良太議員の再質疑にお答えをいたします。スポーツコミッションへの民間移行でございますけれども、団体につきましては民間団体というふうに認識しておりまして、31年度からはこの民間団体であるスポーツコミッションにクリテリウム事業を移行するということで考えております。そして、今後のその際の事業展開でございますが、やはり市民の理解をいただいた上での事業というのは当然でございますけれども、今まで積み重ねてきた蓄積、さらにこれをより良い大会にしていくことで、市民の方の理解をいただきながら、民間移行ということで、新たに事業展開をしていきたいというふうに考えております。以上で鈴木亮太議員の質疑は終了いたしました。